国松明は、京都府京都市出身の元プロ野球選手、コーチ、監督、解説者、実業家。西京高校では3年時の1952年に、春季近畿大会付与選で準決勝に進出するが、山城校に敗退。夏も、付与選準々決勝で、落北校に敗れ、甲子園には届かなかった。卒業後は1953年に同志社大学に、 進学し、一年時の同年から投手として活躍。大学同期には、青木稔、イカテルオがいた。二年時の1954年限りで大学を中退し、青木と共に1955年に、読売ジャイアンツへ入団。同期には、森正彦と、馬場昌平らがいる。一年目の同年から一軍で起用され、10月には、初先発も果たす。 この頃の国松は玉川寮の側にある土手家の店で1個10円のコッペパンを買って朝晩食べていたが、給料日には奮発して5円足してピーナッツバターを塗ってもらった。当主では結果を残せず、3年目の1957年からは外野手に転向。1958年はほとんど活躍の場がなかったが、同年の西鉄との日本シリーズでは3試合に代打として起用された。 1959年には主に右翼手として一軍に定着し、53試合に先発出場を果たす。1960年には初の規定打席に到達。その後も強権俊速を生かして外野手のレギュラーを確保し、ON 法の脇を固める高打者として、V 級時代前半を支えた。1961年には監督推薦で、 1963年にはファン選抜でオールスターゲームに出場したが、1963年の終盤は故障で欠場。この影響もあって1964年は打撃不振に陥るが、1965年には打棒も復活し、同年の南海との日本シリーズは、前後試合に先発出場、16打数3安打ながら4打点を挙げる。 1966年には自己最高の打率272を記録し、1967年の阪急との日本シリーズでは第五戦で米田哲也、佐々木聖子から連続本塁打シリーズ通算25打数7安打4打点と活躍。1970年には末継ぐ民夫の台頭もあって出場機会が減り1 0本安打まで残り21本であったが、 同年限りで現役を引退。引退後も巨人に残り、一軍打撃コーチ、二軍監督、ヘッドコーチを務めた。一度目の退任後は、日本テレビラジオ関東、二度目の退任後は、ラジオ日本で、解説者を務めた。東京の若支店、亀谷和俊堂の創業者である、引地松寺の娘と結婚し、その縁で巨人の同僚であった、大貞春が、 亀谷和カ指導の CM に出演することとなる。球会引退後のラジオ日本解説者時代となる1995年、亀谷和カ指導の副社長に就任し、解説者引退後の2002年には代表取締役社長となり、2011年に社長の座を老いの引きち大助に譲り、会長に就任した。球会と実業会での経験を買われて、 各地で人材育成に関する講演も行う。また、左利きゴルファーの代表として、日本レフティゴルフ協会の会長を務め、現在は最高顧問。ちなみに、同会の終身名誉会長は、川上哲司である。口より先に手が出る性格で、後に、中央公論史上で、福島高志校に、国松高知にはよく叩かれたとコメントされた。ありがとうございます。